田楽というやつの復興をやろうというので、多賀大社で、講演されたことがあって、その話を次にしようと思います。それでは、涙のキスです。今伸びたわけじゃない。そう、最初来た時はいつも
方からスタートして長くするんですけど、今日の第一ステージは曲的に思い出のサンフランシスコ、あんまりミニスカートもなぁなんて思って、そうなんです、逆でバージョンで目の錯覚というか思い込みでそう、なんかもうおかしくなったんかなと思ったら暑いですからね、暑いですからね、もういや今日は今日のね、リーダーのイヤリングが非常に大きい、はい、パイナップルみたいな、なぜ言ったかというと、私はね、どこにロサンゼルスに行った時に、それさ、妻や子供を置いて、子供とこの人ですよ、はい、で行ってるから、お土産を買わなあかんと思って、お土産を買う時に、パッとね、お土産屋さんに行って、ああ、大きくて派手なのがいいだろうと思って、イヤリングをね、買ったんですよ。で、それがイヤリングが、ね、これくらいですか？もっとこんな大きなね、オウムですね、鳥の。私持ってますよ、よく見た。それで、瀬戸物でできた。それ、日本に帰ってきて、妻に渡したら、おもちゃより、誰がこんなつけるの？みんなも乗ってもらえる。